ディープ VS ロード FC 対抗戦ライト級5分3ラウンド、ニューダウン VS 横田和則。青コーナー MMA ストーリージム、ニューダウン。ディープライト級チャンピオン、第5代ディープフェザー級現チャンピオン、横田和則。レフリー福田正人。なお、この試合はグラウンド状態での頭部へのキック攻撃が解禁されたディープ3ラウンドルールで取り行われます。貫禄見せろよ、おい。おい、貫禄見せろよ。ラウンドワン。
残り時間1分、残り時間1分。残り時間30秒、残り時間30秒。残り時間10秒、残り時間10秒。第1ラウンド終了です。
残り時間1分、残り時間1分。4分20秒、アームロックより勝者赤コーナー横田和典。はい、見事勝利を抑えました横田和典選手や勝利者と手が贈呈されます。また勝利者賞とお伝えしまして、神戸ウェルネスサイエンス様よりアサイプロテインドリンクが贈呈されます。健闘をたたえユン・ダオン選手に盛大な拍手対抗戦は4対0をもちまして、ディープが勝ち越しております。勝利を収めました横田和典選手、残り1試合となっております。改めて一言ご挨拶させていただきます。すいません、皆さん日本のリング2年ぶりです。お久しぶりでございます。今日も本当年の瀬でクリスマスイブの前日で祝日すごい、お忙しい中、本当応援なんで200人近い応援が来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとう。はい、2年間で間違いなく励ました。ちょっともうちょっと笑ってください。マイクあと5分やります。今日の煽り映像が実はタイトルマッチよりも俺の煽り映像が長かったっていう、ちゃんと分かってくれてる人は分かってくれてるのかなと。長いですよマイク。とりあえずですね、9月に自分でジムをオープンしました。亀有です。 K クラン本当に家族仲間以下という形で今後も、ね、自分がチャンピオンでやってきましたけども、若い子のチャンピオンになってもらった方が全然嬉しいんで、本当、これからもっともっと頑張らなきゃいけないと思いました。プラスですね、今日試合をしてみて、あ、自分が弱くなってるなっていうのを感じました。これ間違いない事実ですね。もう自分でやっぱり引き際だなと、ちょっと一線系でやるのにはちょっと厳しいなって、本当に、今の試合で多分俺の全盛期を見てる人は多分感じたのかもしれないです。勝てはしましたが、やっぱり昔の俺だったらもっとしっかり勝ってたなっていうのもあるし、すごく考えさせられました。昨日の一人でのウォーミングアップの時にこの金網の中に入ってる自分を想像して涙が出てきてしまいました。いや本当にね、もう引退のカウントダウンです。自分も40歳になります。まだまだ練習では強いです。でもやっぱり引き際を考えて、今日はいいみんなの前で試合もできたし、あとは引退試合でね、
当然勝ちを狙いますが、本当になんかやってきたっていうのを集大成を見せられたらなと思います。本当に今日は皆さんありがとうございました。本当に引退試合がリングに上がる最中に泣いてしまいそうですけども、本当皆さんの温かい声援を背にもう一試合日本でしっかり頑張りたいと思います。今日本当にマイクアウトもやめます。そろそろやめます。はい、まあ、たまにはいいことも言わなきゃいけないかなと。いや本当に体力の衰えを感じています。でもあと1試合頑張ります。皆さんまた応援よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございまして、見事の勝利をございました。 K クラン代表横田勝則選手、あと1試合です。改めて皆さん、ぜひ応援よろしくお願いします。盛大な拍手を。